は江戸時代からの製法を守って本物の味を作り続けている檜山納豆を訪ねます。元祖檜山納豆株式会社代表取締役の西村さんです。檜山納豆と秋田温度にも歌われていますけれども、どのくらい前から作られているんですか？秋田温度というのは江戸時代の初めに作られたと言われていますので、まず400年450年ぐらい経てると思います。今年の春には財団法人食品産業センターが産地や製法にこだわった加工食品を認定する本場の本物に、秋田県では初めてこちらのわらずと納豆が認定されたそうですね。地元の大豆にこだわり、わらもですね、地元の農家の皆さんからいただいてですね、江戸時代からの製法を忠実に守り続けてきた結果だと思っております。食べてみたいですね。はい、準備しましたので、よろしかったらどうぞ。やった、食べてみてください。わあ、すごい粘りですね。うん、おいしい。大豆の存在感がすごいですね。このおいしい納豆を作っているところを見学させていただけますか？あ、わかりました。今ちょうど仕込み中ですので、はい、今ご案内いたします。わあ、お願いします。昨日大豆を洗って、はい、一晩つけておいて、うん、そして煮る釜です。暑いですね。暑いです、はい、今皆さんはどんな作業をされてるんですか？先ほど、はい、煮た大豆を今藁に詰めて蓋をしている作業をしているところです。直接藁に入れるんですね。衛生面に気をつけて、昔ながらの伝統製法をきちっと守って詰めております。先ほど藁に煮豆を入れたものを今発酵室に入れて納豆に変身させます。まず1日ぐらいかかりますけどね。大島さん、いかがでしたでしょうか？はい、古くから伝わるこの作り方を皆さん誇りを持って作業されているなと感じました。では最後に西村さんの今後のビジョンを教えてください。江戸時代からの製法を、忠実にこれからも守り続けてですね、地元の大豆、そして地元の稲田をこう大事にしてですね、できれば全国の方に食べていただければ大変ありがたいと思っております。いろんな方に知ってほしいですよ ね。 そうですね。今日はどうもありがとうございました。どうもこちらこそありがとうございました。引きこもり相談支援センターをご存知ですか？専任のコーディネーターが電話や面接で引きこもり状態にあるご本人やご家族からの相談に応じ、これからのことを一緒に考えます。一人で悩まずご相談ください。12月1日秋田市の有学者を会場に音楽セミナー夢を追う歌と旅そして詩を開催します。イタリア歌曲をお楽しみいただきながら、歌に込めた思いを日本の詩と対比しながら楽しく解説する講座です。ぜひご参加ください。私の秋田ビジョン、美味しいご飯を食べまくります。